東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ225号新大阪行きです。停車駅等到着時刻ご案内いたします。次の新横浜に11時18分名古屋12時41分京都13時18分終点新大阪に13時33分に到着いたします。ちょっとですね、喉が微妙なんで今ビックスドロップをゲットして、舐めている最中でございます。これからですね、まあアベノミクスと、まあ、これから日本経済というような、まあ、話をですね、枚方の皆さんにしていきたいなと思います。いかがでしたでしょうか。いやもう良かったです。最高でした。ありがとうございます。いやもうきっちりやっていただきました。あとでじゃあアンケートを見せていただければ。はい。もう非難合々かもしれませんけど、ね。いや大丈夫です。今日はあのご遠方までありがとうございました。いつもあのタイムリーな、非常に分かりやすく、実益的なお話、またあの高橋の法則ですか。新しい法則も身につけることができ本当に感謝しております。これからも。先生の指標をもとに頑張ります。ありがとうございます。こんな感じで。ありがとうございます。今何やってるんでしたっけ。あ、今和歌山で政治活動をやってます。わー、政治活動いいですね。講演会をもう作って。そうですね、はい、いろいろね。はい、着きました。南君ありがとうございました。ここまでこちらこそありがとうございました。ありがとうございました。まあ、あの和歌山で政治活動を引き続き頑張ってください。頑張ります。これからあの別府に行ってくるんですけど、倉山満に何か伝言はありますか。カバンをいただいてですね、はい、カバンをしかと受け取りまして、はい、じゃあこれにて失礼させていただきますので、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。さようなら。はい。あ、どうもどうも。どうもどうも。
今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お迎えに来ていただきました。あ、すいません、ありがとうございます。ここでもカバンを持ってもらいました。ありがとうございます。ついに着きました、別府初上陸。大分県自体が多分初めてかもしれない。あ、本当ですか。はい、初めてです。もう上陸と同時に破壊活動を繰り返すんじゃないかと思って、防衛体制を敷いて待ってたんですけど私はゴジラですか。いやいやいや、もう上陸と同時にもう羽化して攻撃してくるんじゃないか。ゴスラもうまだまだ羽化が始まってないようです東京テレポート駅からなんかテレポーテーションできるらしいですね。そうですね、らしいですね。こうやってクロスして東京テレポートというとテレポーテーションできるでしたっけ。そうです、そうです。じゃ今のだと無理ですね。あ、どうやればいいですか。もうちょっと高い声じゃないと。東京テレポート。あ、高すぎ高すぎ。あ、だめですか。もうちょっと低くなんだ。東京テレポート違うんですか。ちょっと違う、そのクロスの角度がちょっと違う。あ、かなり微妙なんですよ。先輩遊んでませんか。かなり微妙な感じなんですね。はい、はい。別府に到着いたしました。これはホテルの部屋からの風景でございます。初めて来ましたけどとってもいいところですね。これから主催者の神谷さん、長野さん、合流しまして、明日の打ち合わせをということになります。お疲れ様です。ようこそ。この度は、あ、そこで東京テレポートと叫んでください。東京テレポート。あ、ちょっと音程が違う。音程が違うな。これじゃあテレポーテーションできませんね。今臼杵のフェリー乗り場に到着いたしました。ここである人物をピックアップします。秘密工作員の、はい、はい。じゃあ行きます。行きます。さあランデブーポイントですが、ランデブーポイントですが、どこにいますか。あー、なんかいますね。あれ工作員ですよ。工作員ですね。あ、間違いなく工作員ですね。あ、踏み込みますか。ちょっと後ろから行って逮捕しましょうかね。あ、後ろから行って、はい、あ、後ろから回り込んで逮捕しますか。グッと行きましょうか。はい、そうですね、はい。覚悟。あ、手を挙げろ、手を挙げろ、手を挙げろ。はい、確保、確保、確保。5時51分、5時51分、確保。もっとリアクション。あなたには黙秘権があります。今から48時間あなたを逮捕します。私キョクだろ、私キョクだろ、私キョクだろ。すごい見られた。なかなか寸劇が終わりません。この怪しげな港から今、はい、神谷工作員をですね工作員になった確保してですね、次のポイントに今移動中でございます。今はもう極秘ミッションということでね。はい、はい、どうなる。次の場所は言えないですからね。どこ場所も言えませんね。あ、本当に言えない。長野さんに教えてくれない。ああ、なるほど。そう神谷さんはもううなずきが全部はいなんで、もうはいは3回までして他の回は、はいはいはい、ほうほうみたいな、ほげーみたいな。だんだんジョーデンさんの気分がおかしくなっていく。はいはい、へえ。はい、ということで2日目の朝を迎えました。これから神谷総平氏の運転でですね、高崎山に向かいたいと思います。何を見るんでしたっけ。猿。猿を見る。猿。なぜ別府で猿なんですか。いや、結構有名なんですよ、別府の猿は。ああ、そうなんですか。はい、僕は初めてですけど、はいはい、当初神谷さんが組んできた段取りですね、はい、私がもういきなりぶち壊しまして、いきなり猿から行ってくれということで、はい、まず別府だから温泉だろうと思った。いや、違うんですよ、これが。やっぱ濡れる系はちょっとまとめてもらわないと、こっちもコスチュームの調整があるんで、コスチューム調整が、はいはい、あるということで、午後はちょっとコスチュームを変えてですね、行きたいなというふうに思っております。ということで高崎山にレッツゴーということで、はい、行きましょう。でも一つ問題がありました。はい、何ですか。ドロイは午前中しかやってません。マジで。はい、あ、じゃあやっぱ、じゃあドロイ行きましょう。ドロイ行きましょうか。ドロイ、おっと、宝田温泉今日お休みですね。急遽なんとなんとなんとアクシデント発生ですね。臨時休業でございます。あらららら、ら全然おお、これか、これか、坊主地獄。うわ、この上がってくる、これが坊主みたいだからなのかな。すごいですね。なんで坊主を着てるんですかね。いや、これはこれ寺だったんだ。あ、ここが元々、うん、
めちゃめちゃ硫黄臭いです、うん、そう、なんか霧の向こうに何かいます。なんか、ダメです。そうじゃないんだよな。違う。ちょっと何か来ます、何か来ます。海地獄はこちらですね、右ですね。血の池地獄ってのやつですね。わー、海が青、血の池が赤。すごい、海地獄、青いですね。青いですね。これはすごい危険。ちょっとまだダメだな、照れがあるな。ちょっとじゃあ交代します、はい、あ、また少年さんが湯気に当たってゾンビ化しました。いや、なんかあの湯気またちょっとゾンビいそうですね。カメラさん、ね、ゾンビいそうですね。カメラさん、なんかゾンビいるんじゃないですか、あそこ。どうなんですか、ゾンビ。行ってみますか。行ってみますか。ゾンビいるんじゃないですか、あそこ。うわ、これを浴びたら、これ普通ゾンビ化しますね、これ浴びたらね。お、なんか人影が、怪しげな人影が。全然ダメです。全然怖く、全然怖く。そうだね、やり込んでませんからね。入り込めてないですね、まだ入り込めてない。まあ、ゾンビへの愛が足らないね。もう本当に、今ですね、この美しいこの海岸道路を通って猿山に向かっている最中です。まさきワンですね、別府ワン、別府ワンが一望できるこの高崎山公園。うわー、これはすごいわ。もう絶対別府来た方がいいな。あんまり詳しくないんで分かんないんですけど、田中秀富先生だったので一応撮っておきます。田中秀富先生好きなんですか。はい、アイドル詳しいですから。まあ、今このですね、お猿のモノレールで、はい、ここも来た方がいいですね、皆さんね。来てる来てる、神谷さんまた来た。すごい、4匹目。おお、5匹目。神谷さんすごいね、俺まだ1匹しか行ってないんだけど。あ、さらに行くよ、神谷さん。おお、すごい。6匹目。お、7匹目、神谷さんガンガン行く。8、9、すごいね。もうダメなんだ。すげえすげえ、すげえ勢いで行きます、猿が。これ追われたら逃げられないですね。ガンガン行ってます。すごい、すごい。ガンガン行ってます。ガンガン行ってます。おお、はい、こちら海卵でございます。いきなりエイとサメがお出迎えてるね。すごいな、結構な水槽ですよ。ほーら、今話題のチンアナゴですね。これ初めて見た、僕生のやつ。スタッフ自然でね、師匠、こんなところでまたお会いできるとは。生きた化石。オオサンショウウオしようじゃないですか。師匠、お久しぶりです。ピラルク師匠。ピラルク師匠。ピラルク師匠。アマゾンかどっかに出てるんじゃないですか。ピラルク師匠はね、もう本当に子供の頃からもずっと憧れてました。ということで、午後は、お風呂。別府といえばね、風呂ですからね。一応、汁なし。そば、汁なしラーメン的な感じで、お湯なし風呂ということで、砂風呂にとりあえずやってきました。はい、私はですね、もう風呂入る気満々です、はい、どんな感じかというとですね、はい、こんな感じです。はい、もうすっかり着替えておられます。風呂入る気満々です。はい、はい、ということで、はい、テルテルがこう全身ブロックで来られてるから、アレクサンダーカレーに乗られるとこんな感じというか、カレリンのような思いを感じます、ね。まだでも下半身、これが上半身いきます、ね、全身がブロックです。おー、あったかい、しかもこれ本当別府来たもんね。カレリン体験アップで。
いやー、神谷さんどうでした？いやー、最高でしたね。海を見ながらの砂風呂。いやー、もうすごいですね。もう別府来なきゃダメですね、これ。ね、この一度は来とかないと。来た方がいいですね、別府ね。なんか別府の方なんで今まで来なかったんだろうと思って、もう本当悔やまれるな。ここ2、3年毎年2回ぐらい来てますから。いやー、もう分かります、それは、はい、もうあの30秒に1回ぐらい来たいと思います。30秒に、はい。クララです。はい、お待ちしてます。あとあの田中先生、この後のすぐに、はい、田中先生がちょうどあのそのすぐの到着を、おで上陸、なかなか出てこないです。いましたよ。ああ、いらっしゃいました。おはようございます。おはようございます。ようこそ。ありがとうございます。ずっと3日ぐらい前からテンション面白い。密着取材をしてます。麻生はいるさん、はいはい、麻生はいるさん麻生いるさん、そこです。こちらへ。そこです。そこにおじいさんがいますけど。あそこに。吉田のあの達筆すぎて誰も読めないっていう。じゃあリコーラについて語る。リコーラに語れねえよ。一瞬で終わりだよ、もう。まだ生きてますね、終わりって。いや、私30分ぐらい語るから。嘘。いや、だって面白いじゃないですか。だって俺が見たシナの夜、10回ぐらい見たっつってね。あの場面。なるほど。YouTube でのがあるじゃん。はいはいはい、ちょっとチェックイントラブっています。そんな予約はないとか言ってます。はい、お待たせいたしました。お部屋の方は20分、はい、倉山光って人に酔って相当絡まれてましたけど、大丈夫です、大丈夫でした。いや、俺もシラフで、あのたまには途中切れてましたけど、切れてないですか？切れてました？切れてないですか？皆さんも俺の切れる姿を初めて見て、もう全く酔っ払ってわけわかんなくなってきました。どうも青木さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの昨日は大変皆さんのトークに、はい、高知の皆さん、また中四国のお客さんも喜んでいただきましたので、はい、これからもご活躍を、はい、ありがとうございます。これからも日本で一番ファンキーな保守系市議会議員として頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ皆さんどうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。じゃあ地震で飛行機が飛んでないかもしれませんが、東京へ向かっていきます。天木さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また東京来るとき連絡ください。東京来るとき連絡ください。さよなら。